はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは。今日は、ちょっとこういうご時世ですので、ズームでのご参加が多いというふうに伺っておりますので、私の方でもちょっと考慮しながらですね、お話しさせていただきたいと思います。担当レクセン講師、弁理士の納富です。テーマはですね、法律知識ゼロから弁理士試験に挑戦ということで、お話を、少しですね、させていただきたいと思っています。まずですね、このタイトルがですね、実は私の実体験に結構近いなっていうふうに思っていまして、自分でつけたタイトルのガイダンスではないので、他の先生も使っていたりとかするんですけれども、実際ですね、この弁理士って、母体が理系の出身者の方が多いので、ほとんどの方はね、私と同じくその法律知識ゼロから弁理士試験を目指した人たちじゃないかなと思っています。で、私は理系出身者ではないんですけれども、ただ法学部出身ではないので、法律の勉強をして、でその延長でこう取りたいなと思い始めた口では実はないんですね。で、私大学を出てですね、ゲームメーカーに就職をしたんです。で、その時に、自分の意思ではなかったんですけれども、知財部に配属が決まりまして、で知財部に配属になったところから、この業界に足を踏み入れたと。ですから、もう今に至るまで、企業の知財部と、法律事務所、特許事務所を経験しているんですけど、全部知財なので、この業界しかむしろ知らない、ちょっと世間知らずなんですね。なので、いろんな業界から今、弁理士試験目指されるので、お話をこう結構していてですね、勉強になることとか、違う世界の話を結構聞くのが、今、私の結構楽しみになっています。で、この業界はですね、弁理士もそんなにまだその弁護士とか会計士とかですね、他の事業に比べると多くはない業界で、ちょっとこう狭い世界の中っていう感じはあるんですね。ただ、その知財の仕事っていうことになると、別にその弁理士資格を持っている人だけではなくて、私が実際企業内でそうだったように、資格を持たずに知財の仕事をしている人たちはたくさんいますので、知財関係の仕事っていうとですね、かなり人口も今の時代だと多いのかなと思います。ただ、私が企業に在籍していたのは25年以上前なので、でそうするとですね、もう当然、知財部なんかもそんなに世間ではない大きな会社でないとね、ないような感じでしたし、で、弁理士っていう資格の名前だとか、当然仕事の、内容だとか、そういうこともそんなにまだ世間的に知られてない時期だったんですね。で、私自身も経済学部出身なので、大学当時では当然弁理士なんていうことは知らないし、知財の勉強をしたことがなかったんですね。ですから、知財部に配属されても何をする学部なのって、部署なのっていう感じで、本当に入って3年ぐらいは仕事をしてるのか勉強してるのかわからないような感じで、実際その部署の中で OJT で教育を受けてきました。で、なので私は仕事から入った口で、勉強から入った口ではないんですね。なので、その実務を覚えていく中で、仕事がすごく面白くなってきてですね、このままこの仕事をずっとしていたいなって思うようになったんです。だけども、周りを見ると、やっぱり特に女性だってこともあったんですが、やっぱり結婚出産のタイミングで移動を余儀なくされたりとか、そうでなくてもですね、普通に部署移動っていうものは盛んにありましたので、自分の意思にかかわらずこの仕事を離れなきゃいけないタイミングが来るかもしれないと。で、仮にですね、そのこの仕事をしたいがために、部署移動を命じられた時に、例えば退職して特許事務所とか法律事務所に転職したいと思っても、何のその資格もなければ当然困難だと思いましたし。で、またそういった何のね、こう礎もない中で、勇気もやっぱりなかったですよね。ですから、やっぱりその周りの先生方を見ながら、私もこの仕事をしていくためには、同じように資格を取った方がいいんじゃないかっていうふうに、3年経過したぐらいから徐々に思い始めたんですね。
で、それで、弁理士の勉強をしようかなっていうふうに漠然と思ったのが、大学を出て、25歳ぐらい、3年ぐらい経過した時ぐらいからですかね。ただ、会社の業績がですね、当時すごく悪くて、学校を通うどころか、会社のその存続がかなり危うくてですね、で、かなりその人員の削減なんかで仕事が忙しくなってしまって、で、どこかその自分で通いたいと思いながらも、なかなかその通えない環境にあってですね、実際はもう会社ダメになっちゃったんですけど、吸収合併されたんです、大きい会社に。で、そのタイミングで、希望退職という形で私退職して、そして事務所の方に移ったんですけれども、で、その時にですね、私本当にやっぱりこの仕事したいんで資格取りたいなってことを、当時のですね、顧問の先生がいらっしゃったんで、その顧問の弁理士に相談に行ったことを覚えてます。で、その先生がたまたまレックの講師をされていたので、当時で、それで私レックに通うようになり、で、資格を取って、今に至るんですけれども、そういう、このたまたまその入った部署の仕事が好きになって、で、この知財の仕事に就くことになったんですが、もう本当にその法律知識ゼロから始めた口なので、そういう意味ではね、今のその8割型、8割以上型ですよね、いらっしゃるその理系の方ですね、と同じ立場だったんじゃないかなと思い、そういう意味でですね、今日冒頭に申し上げた通り、このテーマは、私だからこそ話せるんじゃないかなと思ってたりもする、そういうテーマになります。で、そういう私は経歴なので、本当に初めから何かその法律知識があって業界に入ったとか、そんなんではありません。で、正直な話を申し上げると、そういう状態から弁理士試験を挑戦することになって、じゃあ苦労しなかったかっていうと、かなり苦労したんですよ、実は。で、どの時期にどんな苦労したかというと、最初の時期ですね。入って、当時は今のベーシックコースみたいなコース制になってなくて、単価だけだったんですよ。入門講座は入門講座だけで、その後なんか担当の講座を取るんだったら取るみたいな感じで、事実上今はセットのコースになっているものをバラバラで自分で組み合わせてコースにするみたいな感じのシステムだったんですね。で、私は幸いそのレックの専任講師の先生が実務の顧問だったので、当然ずっとですね、その先生にいろいろ教えをですね、いただきながら進められたので、あんまり迷ったりとかっていうのはなかったんですけれども、ただですね、その先生は中上級という、要は1年目で受からなかった人たちのコースの講座の担当をされてたので、入門講座の担当されてなかったんですよ。だから入門講座は別の先生で私受けていたんですね。で、その時に一番苦労したんです。で、何を苦労したかっていうと、まず法律用語がわからない、何を言ってるかさっぱりわからない。で、入門講座のその先生は法律系バリバリの先生だったんですね。ですから、例えばこの業界って、権限一つ取っても、権限ってどう、例えば私が口で権限って書いてくださいって言って、一般の人は多分ね、権利の権に限るっていう字を書かれると思うんです。権限があるとか権限がないって。でも、この業界の法律用語では権限の限は原っぱなんですね。限るっていう言葉を使うタイミングってないんですよ。だけども、そういったことも知らないですし、で、もっと言うとですね、一般的に私が日々使って、例えば善意とか悪意って、よく何ですかね、日常的にもちょっとかしこまった話をされる場合とかだと、あの人は善意でとか、あの人は悪意でとか、悪意があるとかね、そういう言い方をされるってことあると思うんですけど、法律的な善意とか悪意っていう言葉は、法律用語としては道徳観念全く含まないんですね。善意っていうのは単に知らないこと、悪意っていうのは知ってること、それ以上の意味ないんですよ。ですから、もう話が 全然わからないんですよ、その講義を聞いてても。違う意味で取っちゃってるんで。で、言葉聞いても外国語にしか思えないような言葉もありました。例えばそうですね、あんまり使わない言葉だと、歌詞っていう言葉とかね、
歌詞ってすごい難しい漢字使うんですけど、簡単に言うと不備のことなんですね。欠点とか不備っていう意味で歌詞、あの権利に歌詞があるとか、あの手続きに歌詞があるって言葉、まあ日常的に使われるんですけど、でもこっちはそんな言葉日常的に使わないもんですから、当然もう日々ですね、辞書との戦いですよ。でそうすると弾きながら講義受けるわけにいかないんで、まあ、当時どうしてたかというと、当然生講義には出席するんですけど、データ取って帰るんですね。音声で取って帰る。で、それを今度聞きながらが本当の勉強。要は自分で辞書を引きながら、先生が言われている法律用語をちゃんと意味をかこう噛み砕きながら講義を聞くっていう。その、要は家に持って帰ってからの復習がもうはっきり言ってメインの勉強になってました。そんな状態ですから、当然まあすごいストレスもたまりますし、ね、もう自信もなくなるわけですよね。で、私はそんなにですね、今でこそこんな人前に立って偉そうな感じで喋ってますけど、元来はメンタル弱いんです、もともとは。一つエピソード申し上げると、担当試験が怖くてですね、担当試験の2週間前に顔面神経痛になり、でお医者さんには多分ストレス性だと思いますよって言われて、で本試験終わったらコロッと治ったんで、まあ試験が原因だったってことははっきりしたんですけど、まあ、そういう感じでもうすぐにこう体に不調をきたすような、そういうメンタルだったんですよね当時。ですからまあもう自信がなくてですね、勉強すればするほど私受かる気しないってもうずっとやっぱり 親とかね兄弟にも言っていて、でもう本当になんで私これ目指そうと思ったんだろう、そんなに難しいと思わなかったっていうふうに思ったんです。ただその時にその顧問のね、私のその勉強を直接は見ていただかなかったんですけど、その中上級のね講座を担当されていたその先生がねおっしゃったのは、まあそりゃそうだよねって、法律用語を知らないでここ来てるんだから、それ初めはそんなもんだよって、で今その地道にそうやってね辞書片手にやってるんだから、それが話がね講師と通じるようになったら大丈夫だからって言ってくれたんですよね。で私はまあそうは思ってもね、そんなに単純に信用はできず、当然まあストレスを抱えながらずっと勉強し続けたんですけど、まあなんとかねそれでももう他に道はないんで、もう事務所に入って会社辞めてしまったら当然もうね特許事務所で生きていくしかないん でそうするとやっぱりもう弁理士資格ないと運出の差ですから、待遇も何もかも、なのでもう取るしかないっていう気持ちだったんでね、なのでまあなんとかかんとか頑張ったんですよね。でまあ1年目で当時はボーダーが今みたいにその低くなくて、でしかも年によって40だったり42だったり41だったりしたんですけど、確か41ボーダーで46点だったかな、初年度私担当試験の結果がね。でそれでね一気にね調子づいちゃったんですよ自信ができちゃって、私いけるかもしれない。でまあ単純なんですけど、でそれで勉強をねする気になって、なんとかねだからそっから軌道に乗り始めたんですよね。で最終合格して思うのは、まあいろんな環境があるし、いろんな人が受ける資格なので私だけではないんですけれども、ただ8割型理系出身者のその資格試験で、なんでこういう講座になってんだろうってその時思ったんです。要はなんでそういう人向けに、例えば法学基礎講座みたいな感じでね、法律用語をまず勉強させてとか、だって条文の読み方すらわからないですよ。漢数字が何を意味するとか、どうやって読むかっていうのわかんないですよ。でそんな状態なのに当然中身入ってくるわけないんで、だからなんでそういうことを教えてくれなかったんだろうってね、合格してからちょっと思ったんですよね。でまあ後を継ぐように私はレックの講師になったんですけど、もうその先生は今引退されていらっしゃらないんですが、で私はもうまあ、ちょっと重なってましたけど、後を継ぐようにねこの業界で仕事をさせていただくようになって、まず最初に思ったのは、受講生の実態に合うところから始めようと思ったんです。つまり実態っていうのは、多分法律用語知りません、
ね、条文の読み方だってまともに分かりません。で、特許法は、ね、特別法なんですって言われても、特別法以外にじゃあ何があるの、ね、一般法って何なの、一般法と特別法の関わりって何なの、そういうことも分かりません。ね、そういう人たちが大半な資格なんだから、そっから始めるべきでしょう。そしたら後手後手にならずに、脱落者もいずに、ね、いけるんじゃないのっていうことをまず思いましたよね。で、現にね、今これ自慢じゃないですけど、私のクラスってコロナ禍の前、今ちょっとコロナでね、やっぱり生クラスの出席者ってかなり低くなっているんですけど、コロナにこう世間がなる前は、この1月、もう言ったら4月に開校して1月ですから、もうほぼ終わりの時期なんですけど、その時点でも8割はだいたい出席されてるんです。要はほぼ脱落者いないんですよ。うん、でも私当時の入門講座生って、もうね、3ヶ月の時点で半分ぐらいですよ、出席されてる人。うん、いや、そらそうでしょうってね、当時やっぱり振り返ると思いますよ。なので、まあ、それはその先生が悪いんじゃなくて、多分カリキュラムが悪いんだと思うんですけど、まあ、ちょっとレック批判になっちゃったらあれですけどね、当時のですよ、当時のね、なんですけど、でも今私がね、この講師になって、まあ、それ私の苦労させたくない、そこさえちゃんとすれば脱落者がいなくなる。で、脱落者がいなくなれば当然まあ合格者も出ますし、で、勉強の負担がだいぶ楽になる、短期合格が可能になるっていうふうに考えていますので、なので私のクラスではですね、具体的には入門講座って最初の2回に全体構造編っていうのがあるんです、特許法に入る前に。で、これは要は特許とか実案とか意匠とか商標のこう上積みみたいなテキストになってるんですけど、私はあんまりそれ使わずに自分のオリジナルテキストで法学基礎講座のようなところから始めてます。要は自分の苦労をさせたくないっていう意図です。なので具体的には法律用語の読み方、要は意味の解説から入るし、あと条文も読み方ですね、この条文は何条何項何号まであるけど、隣の条文は5しかないよねと、項ないよねって、なんでどういう場に5なのとかですね、そういった法律のそのもう本当に基礎の基礎なんですけど、法学部行ってる人からすると、先生何ね、寝ぼけたこと言ってんのみたいな、まあ、そのレベルかもしれませんけれども、ただ法学部出身者なんかそんないませんから、クラスの中に、まあ、うちのクラス特に私がこういう感じで理系出身者にちょっとこう配慮したっていうところ、熱い部分が多分あるからだと思うんですけど、理系率が高いって言われてるんです。ですから、まあそういうところが、まあね、こう反映されてるっていうのもあるのかもしれないんですけれども、だからといって受験生全体で見ても法学部出身者なんかそんなにいないわけですから、なので当然やっぱり受験生の母体一番大きいところに合わせるっていうのは私は当然だと思ってるんですね。なので、まあそういったところをまずスタートとして始めています。で、これから、まあちょっとレジュメに沿って少しお話をするんですけども、それ以外にもちょっとその法律出身者じゃないからこそ、ね、こう配慮しなきゃいけない部分を説明していこうかなと思っています。で、まずレジュメの1ページのところなんですが、法律知識ゼロから始めるポイントとして、まあ、基礎を大切にする、段階的に考える、考えることを放棄しない、まあ、要は暗記に頼ろうとしないっていうところがありますね。で、基礎を大切にするっていうのはまさしくその今言ったようにですね、法律用語ってどういうものなのかとか、ちょっとレジュメを見ていただくと、まずその特許法って特別法って言うんですけど、その上に立つ一般的な法律、一般法って言うんですね。で、皆さんがよく耳にするかなと思うのは民法って、多分よく耳にすると思うんですけど、民法はまあ一般的なこの世の中の事象を解決するための法律なので、ね、なのでいわゆる一般法にあたります。で、特許法はその一般法の中で解決しづらい、対象が特別すぎてその対処しづらいものに関して特別に規定した法律である特別法なんですね。例えば何が違うかというと、民法って基本守られるべきものは有体物なんですよ。形、姿形あるものです。
だから例えば自分が持っている椅子壊されたとかですね、自分の車に傷つけられたとかですね、そういう有体物に関して守る、まあ、所有権というものを民法では規定していて、所有権絶対の原則っていうんですけども、民法は有体物を前提としています。でも特許っていうのは無体物です。例えばタイヤ一つに10個以上の特許が関わってるって言われますけれども、ただそれはタイヤが特許なんじゃなくて、あれは特許製品です。言い方を変えれば中に特許にかかる技術が入っているだけで、特許は無体物です。タイヤという有体物ではないです。で、その特許とかっていう無体物に関してはやっぱり有体物である、ね、その民法、有体物を保護対象とする民法では賄いきれない部分が出てくる。例えばどういう部分が出てくるかというと、特許権の侵害って権利侵害なんで、まあ、自分が持ってる権利を侵害してくるってことになると、それによって何かマイナスが生ずると、それを損害って言うんですけども、損害賠償ができるんですね。で、損害賠償って有体物壊されたりとかそういう場合にも当然できるんですけど、有体物だとどれぐらいの損害があるかって、まあまあ計算できるじゃないですか。価格があったりとか何年経過してるかとか、そういうことも考えてですけどね。だけども無体物なんで、やっぱりどれぐらいの損害があるのかっていうのはなかなか計算しづらい部分がある。無体物だからこそ難しさがあるんですよ。なので特許法には損害額の推定等という規定があって、その計算がしやすいようにちゃんと整備がされている。そういった無体物である特許だからこそ必要になる条文を集合させたもの、これが特別法たる特許法になります。なので有体物でも無体物でも基本一緒ですよっていうものは民法のそのまま規定を使うんです、特許の事件でも。ですから一般法と特別法っていうのは別に無関係ではなくて、で、賄いきれない部分を特別法に下ろすだけですから、ちゃんと関係性が構築されているんですね。で、そういった関係性からまず勉強していただく。で、右側のページだと法律用語ですよね。で、さっき私言ったものもこの中に入ってるかな、ちょっと次のページとかにも入ってると思うんですけど、実際ですね、日常的に使う言葉なんかも見受けられると思うんです。例えば、およびっていう言葉とか、並びにっていう言葉とか、あとはその選択で使う、またはとか、もしくはっていう言葉は、まあ一般用語として結構使う言葉じゃないですか。だけども、法律用語として使う場合には、それ自分の気分でまたはとかもしくはを使っていいわけではなくて、まあ、大括弧とこう中括弧の関係にあったりとかね、そういう読み方をしなきゃいけないっていうちょっと難しさがあるんです。で、それを具体的な皆さんの身の回りのもので説明したのが、これ一部レジュメなんですけども、こういったものを使って説明します。あとはですね、例えば条文の中にその他っていう言葉とその他のっていう言葉が両方出てくるんですよ。で、厳密に多分日常的に使い分けてる人ってそんなにいないと思うんですけれども、条文上はこれ全く意味違うんです。例えばその他のっていうのは、その他のの後ろにあるものの例示が前に書かれてるっていう読み方をするので、使い方としてはシャープペン、ボールペン、その他の筆記用具っていうような使い方をします。つまりその他のって書かれてあったら、あ、筆記用具の例示がシャープペン、ボールペンで、例えばサインペンがあったりマーネースもあるかもしれないよねっていう意味なんですよ。でもその他っていうのは基本限定列挙なので、シャープペン、ボールペン、その他鉛筆っていうような使い方をします。そうすると条文の中にこれ出てきたら、シャープペンとボールペンと鉛筆っていう意味になるんです。だからサインペンはマネス入ってこないんですよ。だからこれ例えばね、筆記用具とシャーペンとの関係で言うと、当然まあこれ分かるじゃないですか、常識的に。筆記用具って言葉とか上位概念で、シャーペンはその中に包含される具体的なものだっていうのは分かるけれど、これ法律の特許の世界で使われた時にはどっちが上位概念でどっちが下位概念かって分かりづらい部分もあるんですよね。だからこそちゃんとそのルールを先にインプットしとくべきなんです。で、そのルールがちゃんと理解できてたら、条文に出てきた時にその他のって出たら、あ、その他のの前は例示だから他にもあると読まなきゃいけないんだなっていうような形で処理ができるんですね。だからそういう感じで後々役に立っていく言葉ですね。あとはさっきちょっと説明しましたけど、悪意とか善意っていう言葉は道徳的な意味含まないんで、
単にもう知ってる知らない以上の意味がないんですよ。でそういったようなこととか、ね、であとはもう本当に何て言うのかな、特許法って手続き法なんですね。特許権取るためには手続きなくしては取れないんで、出願という手続きをして審査にかけて、で、まあ、取るためにいろいろこう内容を直したりとか、分割出願ってこう分けたりとかね、いろいろこう中間処分って一般に言うんですけど、中間処理をこうやりながらですね、特許に導くようにこう努力するんですよ。で最終的に特許査定が出てお金払えば特許権が発生するっていう形になるんですけど、その中でいろいろ紆余曲折、特許庁から出される行政処分があるんですけれども、却下で出されるものと棄却で出されるものがあるんですね。でどっちもなんか退けるような意味の感じだなっていうのは分かると思うんですけど、これ明確に意味が違うんですね。却下っていうのは方式的なこと、内容的なことに対してダメっていうケースじゃないんです。例えば特許出願をしました、特許出願する中で自分がした発明特許できると思って、まあ、出願に含めるわけですよね。で特許審査がされましたっていうことになると、当然まあその内容についての結論が出るわけですよね。だけどもそこまでいかずに、例えばその方式的な不備がある、お金が足りないとか出願手数料が足りないとか、でそういうその内容以外の部分でダメですの、あなたの出願ダメですって言われるときには却下で来るんですね。で自分が求めたこと、内容自体に対して跳ねられるときに棄却っていう形になります。ですから却下と棄却って似たような漢字を使うんだけれども、意味的には似たような漢字を使うんだけれども、条文上は全然違っていて、この場合棄却になるのか、この場合は却下になるのかっていうのは普通はちゃんと分かるようにならなきゃいけない。でも実際じゃあこれね、分かってるかっていうと、受験生ね、意外に分かってない人もいるんですよね。でこれ別にね、うちのクラスの人は分かってて他のクラスの人が分からないわけではなくてね、全体構造編って一番最初にあるんですよ。当然勉強を進めていく中で何ヶ月も前のことを忘れちゃうこともあるんで、当然うちのクラスの人でもう生徒じゃんと言ったよねっていうふうにもう言いたいところなんだけど、多くの人ね結構わからなくなって、で、まあ、質問に来たりしますよ。却下と棄却ってどう違うんですかとか言って質問に来たりしますよ、そしたら全体構造でやったよねって、一応説明して全体構造編復習してみてって言うんですけど、まあそんな感じでね、やっぱりその元が大事、基礎が大事で、条文やっぱり読めなくなっちゃうんですよね、正しく。でそうなってくると全部暗記に走るんですよ。この場合何条何項、18条の場合は却下でとかね、でこの場合だと棄却でみたいな感じで暗記に走るんですよ、基礎がないと。なので基礎を大切にするっていうことは自分をあと楽にするので、実はすごく大事なことなんですね。で次に2つ目のポイントとしては、段階的に考えるっていうことなんですけど、段階的っていうのは次のそのところ、これ一般法の話のところ、私ファーストステージって前ってつけていて、でその後にそのセカンドステージって書いて、でまあサードステージって書いてるんだけど、これまあいわゆるね、その法律用語とか一般法と特別法との関係なんていうことは、どっちかっていうとまだステージにも立ってないんですよ。勉強のステージにもまだ立ってないんですよ。特許法にだって触れてないから、その立つための礎をつけるだけなんです。でも今度セカンドステージになると、皆さんが勉強する知的財産権っていうものの括りの中で、ね、作ったもの、技術って言ってもそれ発明っていうのは創作物、作ったものなので、作ったものを守るという権利の法域と、で作ったものじゃないんだけれども、その標識として目印として使っていくようなものを守る商標権とかっていうのはそっちに入るんですけど、そっちの権利とっていうものを、まあ、こうどういうカテゴリーで分けるのか、なぜ分けるのか、でその分けた意味ですよね、法律的に違いが出てくるからなんですけど、そういったことについてお話をしていきます。
実際よく産業財産権4法と言われる特実異証ってね、よく4法っていうふうに一括りにされるんだけれども、実際はその特実異と商標っていう、その商標だけはちょっと仲間外れなんですよ。でなんで仲間外れかっていうと、創作物を保護することにならないから。だから商標だけ特別な規定が結構多いです。商標にしかない制度、商標にしかない規定っていうのは結構多いんですね。でそれはとどのつまりは、結局保護対象が違うから、一つだけ仲間外れだからというところに行き着くの でそういったそのことを知っていれば、なぜ商標にしかないんだろう、なぜ商標だけないんだろう。例えばですね、典型的なもので言うと、特許でも実案でも意匠でも、いわゆる創作物を保護する方の権利っていうのは、その権利設定するための実態要件ですね、その審査の中で新規性ってものが求められるんですね。新しくなければいけないってことです。だからもう例えば自分発明したんだけど、ね、その自分がした発明と同じものがもう世界のどこかで刊行物に載ってる、新聞でもなんか載ってたことがあるっていうことになると、もうそれ新規性がないとして特許にならないんですよ。でそれ新しさを求めるんですね、作ったものに。でも商標法にはないんですよ、新規性の要件が。全然新しくなくてもいいんですよ。でなんでかっていうと、商標っていうのはいわゆる言葉だったり図形だったり、今だとね、色とか音とかも商標法上の商標になるんですけど、そのマークとかっていうのは世の中にもうすでにある図形とか記号とかを組み合わせてきただけで、実際使うことによって私たちは目印にできるわけですから、その例えばね、1週間前に私がコンビニに行って買ったプリンがすごく美味しかったと、であれってどんなプリンだったかな、もう一回食べたいと思った時に、私がコンビニに行って探すのは同じマーク、同じ名前、同じメーカーかどうかっていうことなので、いわゆる手がかりなんですね、商標って。でそういったマークを使い続けることによって、あのプリン美味しいよねってだんだん有名になったりする。信用を保護するっていうのが商標法上の保護対象なんです。なので商標に関しては全くその保護したいベクトルが真逆で、新しいと価値がないんですよ。今作ったばかり、生まれたばっかりの商標なんて価値ないんですよ、作ってないから信用ゼロなんで。でも商標登録って、ね、100年以上続いてるようなありますよ。有名なマネースのねブランドなんかありますけれども、古いものほど価値があるんですよ。長く使い続ければ使い続けるほど当然有名になるし、多くの信用が固いする。固いってこともちょっとこれ 法律用語なんですけど、備わるっていう意味ね、化ける体って書くんです、固いって、でそういったその備わってくるね、信用が多く。だから特許になる発明や実用視野の保護対象になる考案や意匠の保護対象になる意匠っていうのは新しくなければ意味がないんだけれども、商標法上の商標っていうのはむしろ古いものほど価値があるんですね。だから新規性の要件がない代わりに唯一更新制度があるんですよ。ずっと持ち続けることができる唯一の権利ですよ、商標は。10年ごとに更新申請を繰り返せばずっと持ち続けることができる。それは古いものほど価値があるよって保護対象に起因するわけなので、そういったね、このセカンドステージの学習しておくことで、なんで商標だけ更新制度があるんだろう、他の、ね、法規にはないのかっていうことのベースができれば、当然そういった他の制度にはないんだっていうことも容易にこう、ね、体に入ってくるし、そういったことが容易になってくる。で今度はサードステージ、ここからがですね、もう築城的な勉強になってくるんですけど、それぞれの条文っていうものの並び方だったりとか、グループ分けですよね、そういったようなものを理解していくっていうのが法律の勉強のサードステージですね。で私はよくキャッチフレーズで、条文は平等じゃないと、不平等に扱えってことを言うんです。でそれはどういう意味かというと、例えばその表で言うとね、1条から28条っていうのはグループ名相続っていうグループになります。で相続っていうのは一般的なルールなんで、例えば手続きのですね、期限があるんですよね。こう例えば
補正命令が来て、で、補正ができる時期だったりとか、拒絶留置通知が来て、意見書を出せる時期だったりとか、いろいろこう手続きをするにあたっては、期限があるんですけど、例えば期限の末日が今日みたいに土曜日だった場合、残念ながら特許庁は空いてないんですよ。そうすると開帳日である金曜日までにやらなきゃいけないってことになると、事実上本来40日ある意見書提出期間が39日だけじゃんってことになる。そんな、なんかラッキーアンラッキーがあってはいけないですよね。平等じゃないでしょ。だからその場合には翌営業日である月曜日まで手続きができるようにしてたりとか、そういう一般的なルール。あるいは、ね、今度成人の年齢が変わりますけれども、今、ね、こう成人って私たち世代だともう二十歳じゃないですか。ね、だけれども、未成年者っていうのは法定代理人によらないと手続きができないようになってるんですね。まあね、年いけばいくほどしっかりしてるわけじゃないんですけれども、一応そういうふうになっている。で、そういうルールだったりとか、そういうこう一般的なルールをこう規定したものが相続っていうグループで、で、まあ言ったらね、これって一応理由はあるんです。今言ったように、期間たまたま土曜日になった人に不合理だよねとか、で、その年いってるほどしっかりしてるわけじゃないんだけど、やっぱり未成年で、ね、小学生とか中学生で正確な手続きができるかっていうと、やっぱり難しいので。なんて法定代理人がないとできないよねとか、まあ、そういうようなことがあるわけなんですね。で、一応理由はあれども、その理由はまあ言ったら大したことない理由なので、聞かれることはないです。ですから勉強としては条文で基本的に構わない、条文通りに読んでいただいて、どういう条文があるかなしかっていうことのインプットで構わないし、まあせいぜい説明してる青本ぐらいで使っていくアイテムとしてはいいんじゃない。一方で2つ目のグループだと、登録要件、特許要件ですね、特許でいうと、そういったもののグループになります。そうすると特許になるかならないかですから、当然いろいろ審査の基準だったりとか、解釈だったりとか、いろいろややこしいことが出てくるんで、どうしてもね、条文だけを、どんな条文があるかってことだけをインプットしてるんでは試験的には対応できないんですよ、それだと。で、そうなってくると何を使っていくかというと、そこに書いてるように青本審査基準、まあ、一部の基本書なんかですね、あるいはまあ判例がかかってくるなんか場合なんかも場合によってはあります。そんな感じで築城的にもそうなんですけど、どっちかっていうとまずはそのグループごとに不平等に扱っていかないと、使っていくものもしかり、かけていく勉強時間や条文の攻略順番ですね。これ結構あるあるなんですけど、担当の勉強ってね、一条から勉強してたんで受かんないです、正直。順番は一条から法文集並んでますけど、じゃあ一条から、ね、担当の勉強して受かるかって受かんないです。ここもやっぱりノウハウにはなってくるんだけど、やっぱりね、やるべき順番っていうものもあるんです。それも要は平等不平等なんですけどね。なので、条文は平等ではないと、そういう扱いをしないとなかなか受かりませんよっていうことも一つのポイント。法律を勉強するからこそ、おそらくね、私も一般法を勉強した経験が実はあるんですよ。他にもちょっと法律系の資格持ってたりするので、あるんですけど、法律の勉強は大体同じですね、そういう意味では。別に一条からやるべきではないですね。やっぱりやり方がある。資格を取るための勉強としてはやり方があります。で、次に、ポイントの3つ目ですね。実際、まあ、これが大事かなと思ってるんですけど、考えることを放棄しない、暗記に頼ろうとしないですね。法律の勉強って暗記だって暗記することが法律の勉強だと思ってる人結構いらっしゃるんですね。だからガイダンスもそうだし、まあ、開講して、講座が開講してからもよくね、相談とか話題に上るのが、暗記が苦手なんですけど受かるでしょうかとか、大丈夫でしょうかっていう相談、実はよく受けるんですよ。で、ちょっとごめんなさいね。失礼しました。で、
私それは間違っていると思ってて、で実際ですね、じゃあその一発合格者って文系出身者、まあ、文系の人はみんな暗記がに得意なわけではないと思うんですけど、まあ理系の人よりかは多分そういう勉強してきてますよね。英単語覚えたり漢字覚えたり、まあ、社会なんかそうですし。じゃあ暗記が得意かっていうと、ね、まあそうじゃない人もいるけど、まあまあそうだとしてもですね。じゃあ文系の人の方が早く受かるかっていうと、私むしろね逆だと思ってるんですよね。理系出身者の方が多分ね、データ的にも短期合格っていう意味では早いんじゃないかなと思います。で、なんでかっていうと、法律の勉強ってね、実はすごく論理的なんですよ、法律って。例えばその規定があるっていうことの意義、趣旨ですよね。で、その趣旨に応じた要件があって、で要件を満たしたら効果が発生するんだけど、その効果によってその趣旨を全うできるっていう因果関係があるんです。例えばですね、保証金請求権っていう条文が特許法65条にあるんですね。で、保証金請求権って何かっていうと、まあ、金銭的なこう請求、賠償請求なんですけど、同じような制度で損害賠償請求というのをさっきちょっと例に出したじゃないですか。特許権の侵害に対しては、で権利侵害なんで、民法上のいわゆる損害賠償請求ができるよと、不法行為に基づく損害賠償請求ができるよっていうのがあるんですね。でもそれ特許権の侵害なので、特許権が発生しないと請求できないんですよ、損害賠償請求。でも出願してから翌日特許になるわけではないので、かなり時間がかかるんですね。で、出願してから3年間審査請求期間っていうのがあって、実態審査やってくださいっていう、別途出願とは別の請求しないと審査すら始まらない制度なんですよ、特許法って。で、そうすると、速攻まで例えば3年かかったとしますよね、ギリギリのとこで審査請求する。で、今特許庁が大体発表してるの1.5年ぐらいなんですよ、審査期間って。4.5年後なんですよ、特許、ストレートで、まあ、なるかならないかにもよりますけどね。だ、その間、特許発明のね、まだ発生してないとすれば、特許権の侵害にならない第三者が実施してても、一方で出願から1年半経ったら強制的に公開されちゃうんです、出願の内容って。だ、権利者でまだ損害賠償もできない立場なのに、第三者が実施してても指組まれて見てなきゃいけないっていう事件が来ちゃう。それって不合理だし、誰もだったら出願したくないですよね。秘密にしときたいですよね、真似されるんだったら、同業他社にね。で、それは出願件数を落とすことにもなりますよね。ですから、その公開によって第三者が実施を始めた場合には、その特許権が設定登録されるまでの間、要は特許権の権利行使ができない間の第三者の実施に対しては、後からお金の請求ができる。っていう制度が保証金請求権っていう制度なんです。で、それは何でできたかっていうと、出願公開というね、強制的に公開されるっていう制度があるからこそ、第三者はその他人の出願内容を見て実施を始めるわけだから、公開によって出願人が受ける不利益を補填するってことが趣旨なんです。賄うってことが趣旨なんです。ということは、公開が要件になるんですよ、保証金請求権発生の。だから趣旨がそうだから、この要件が必要だっていう因果関係が出てくるので、その因果関係で覚えた要件っていうのはなかなか抜けないんですよ。だけど、もう要件も何もなく、保証金請求権の要件は出願公開、出願公開が保証金請求権の要件みたいな感じで覚えちゃうと、多分抜けますよね、趣旨も勉強せずにやっちゃうと。で、理系の方が向いてるっていう理由は、物事を論理的に考える癖が文系の方よりも私はあると思っているんですね。ですから法律の勉強ってなんとなく文系の勉強みたいに思ってるかもしれないんですけれども、私は実は物事を論理的に考える力こそが、いわゆるその大事な要素だと思っているので、そういう意味では考えることを放棄せずね、暗記に頼ることをしなければ、理系の方の方が実は結構向いてるんじゃないかなというふうに考えています。ですから、例えば文系の方でもそういう癖をですね、大切にしていただければ、もちろんなんですよ、もちろん問題ないんですけれども、
ただ、まあ、今日ね、特にそのタイトル的におそらく聞かれてる方の大半は理系出身者か、私みたいに、まあそのね、法律系出身者じゃない方だと思うので、で、そうするとちょっと不安に思ってるらっしゃるかもしれないけど、要は物事を論理的に取られるか、で、趣旨、この趣旨だからこの要件が必要で、で、この効果はその趣旨を全うするためのものなんだっていうような、その因果関係が条文ごとに作られれば、うん、暗記は定着するし、覚えるというような作業なくして頭に多分入ってくると思います。で、そういう条文はやっぱり一つでも多く作ることが、つまり暗記量を減らすことが暗記のコツなので、それが短期合格の、まあ、最大の秘訣かなというふうに私は考えていますね。はい、では、私のクラスで、まあ、ちょっとその工夫をしているツールの紹介をして終わろうかなと思ってるんですけれども、8ページ以降のところがその私のクラス内で使っているサブテキスト教材にの見本になります。で、まず、定義集からちょっと入ってるんですけれども、まあ、覚えなきゃいけない言葉ってやっぱりあるんですよね。で、何を覚えなきゃいけないか、何はいらないのかっていう取捨選択をするのも難しいですから、これ例えばですね、独学でやるってことになると逆に大きな風呂敷を広げないと漏れてしまうことが怖いので、いらないものも含めて全部とりあえず覚える必要があります。でも実際は覚えなきゃいけないような定義ってそんなにないんで、必要なものだけを一応定義集として集約したものをノート見レシピという形で提供しています。あとはですね、本を読みながら、テキストを読みながら自分で定義集を作っても手間かかりますし、正確性が担保できないかもしれないですね。長い文章を短くまとめる力って内容が分かってないと違う意味になっちゃったりとかするので、実は要約するとかっていうのはすごい難しい話なんですね。で、そういうことがやっぱりね、こうできるっていうのは、受験生レベルだと難しいかなっていうところもあるので、まあ、そういう意味もあって定義集を使っています。で、あとはですね、ちょっとこうテーマごとにまとめたものなんかがあり、うん、で、14ページぐらいかな、ベン図のような図と、で、右側にマトリックスの表みたいなものが載ってると思うんですけど、この表は審査基準をまとめ上げた表なんですね。審査基準って特実にはあんまり重要度高くないんですけど、意匠商標はかなり重要度が高くて、特に商標はね、重要度は高いんですけど分量大したことないんです。でも意匠は審査基準も含めてもう条文と同じようにやらないと、条文だけだと到底意味がないっていうレベルまで結構大切であり、そして膨大なんですね。特許庁のホームページで確認してもらったら分かるんですけど、多分ね、印刷ボタンポチッとしたら後悔します。めちゃくちゃ出てくるから。それぐらい膨大なものです。ただそれをじゃあいち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 自分でやってられるかってことなんですね。で、それを、まあ、理系の方だとこういう表化したりとかフローチャート化したりとか図面化したりすることで結構こう分かりやすくなるので、私の方でこれね、表しか載せてないんですけど、実はこれにね、セットで図面集があるんですよ。で、その図面を一緒に見ながら、で、椅子と椅子の全体小同士だったら登録要件、これで301とか302っていうのは3乗1項とか3乗2項って意味で、登録要件の条文番号なんで、新規制3条1項、創作非用意制3条2項、で、9条が宣願主義、3条の2とかって言ってあるんですけど、で、こういったその条文ごとにこう図面で絵で見せてあげたらやっぱり分かりやすいですよね。だから実際こうね、図面があるんですよね。で、それを見ながら審査基準を攻略していくっていうようなことをやっていますね。はい。で、今度はですね、もうちょっと点数を取るための勉強の話をしていきます。次のページの見本、N プロジェクトシートっていうのが載ってるかと思います。これはね、まさしくもう担当対策の究極ツールなんですけど、点数を取るためのシートですね。担当の勉強って択一の勉強じゃないですか。で、多くの資格試験って結構択一なんですよね。で、択一って聞くとなんとなくその浅く広い知識が必要な感じがする。
いや、丸バツなんで、なんかなんとなく知ってれば答えられそうな気になるんですよね、一見すると。で、実際そういう試験も結構ありますよね。で、私もまあいろいろその検定試験も含めてこういろんな試験を受けてきましたけど、弁理士試験が他の資格試験と圧倒的に違うと思ってるのは、過去問に対する依存度ですね。依存すべき度合い。司法試験もそうだって言われますけれども、過去問からあんまり出ないんですよ、もう今。私が受験生の時はこれ過去問で出た枝とちょっと似てるなっていうものもまあまあ割と見受けられたんですね。だから過去問やってればある程度こうなんていうか勘がさえるというか、似たような問題が出てくるとか、そういう経験結構するんですけど、今担当試験で300枝あります。大問で60問、一つの問題に5枝入ってますから約300枝あるんですけど、 95% はね、条文から作られ、で300分の 2,3 枝だけが過去問とまあまあ似てるよねって言える問題です。つまり逆に言うと、ほとんどが過去問から推察できないような、そういう問題なんですね。で、私自分の教え子から今もう試験員が 2,3 人出てるんで、毎年、ね、自分の教え子なんで、ね、自分、まあ、要は知ってるわけですよね、受験生時代でもね。彼らが試験になってね、で今年の試験でもそうだし、まあ、去年の試験問題でもそうなんですけど、まあよく作ったなってちょっとこう感動するというか、過去問とそっくりな枝がいっぱい出てるんだったら、なんとなくね、それ別にズルじゃないと思うんですけど、それでもね、でもなんかなんとなく作り方ってわかるんだけど、まあこんだけ過去問があって、それでもうまく条文から新作を作ってくる能力、すごいなと思いますよ、試験の先生って。私も引退したら絶対試験になろうと思ってるんですけど、まあ自分にできるかなと思うぐらい担当試験の問題って成功にできてます。で、ほとんどの年で、まあほぼと言っていいと思うんですけど、ミスがないんですよね、弁理士試験って。問題文にあんまミスがないんですよ。大学受験の問題とかって、まあたまにあるじゃないですか、なんかミスって。ね、でも弁理士試験ないんですよね、ほとんどね。本当にね、上手に作ってくるなと。しかもそんなね、出典細かいところから出てきませんよ。そんな、重箱の隅続くような問題出てきません、全然。普通に王道できますよ、条文から。うまく条文組み合わせてきますよ。ということは、皆さんどんな勉強しなきゃいけないかっていうと、王道にのっとった勉強をしなきゃいけない。つまり、過去問を解きまくるじゃ受からないようなんですよ。で、口揃えて多分合格者の方は担当試験にどんな勉強必要ですかっていうと、多分条文の読み込みっていうんですけれども、条文の読み込みっていうのはなんとなくね、よく聞くけども、どうしたらいいのか分かんないっていう人が大半だと。で、それを指示したのがこの N プロジェクトシートで、例えば28条だったら誰が交付するのか、主体で客体、どんな場合、しかもそれが4つあるよ。で、これは特許証が交付されるケースなんですけど、それが言えれば28条 OK ですと。多分これ28条出ても答えられますっていうような感じで、一つ一つの条文、これね、特許法は1条から204条まであるんですけど、全部の条文あります。4法全部の条文あります。順用されてるだけとかもういらないよっていうものは網をかけてるんですけど、まあ、特許はまあほぼそういうのがないので、全部の条文基本ありますね。なので、このシートに沿って条文読んでいけば、まあ、何がこの条文で大事なところなのかっていうこと、点数を取るための勉強ができるっていうことがコツになりますね。で、最後にちょっと紹介するのがスケジュール表です。で、今日もちょうどね、1日夕方まで22年合格向け今年の試験を目指している方の、担当基礎力完成講座があったんで、日付が入ったスケジュールを渡したところなんですけれども、まあ、1日の宿題シートですよね、何をするのかっていう、なんか子どもの学校のなんかシートみたいだって言われたこともあるんですけど、なんかその学校の先生がね、宿題をあらかじめ1週間分も書いてくれてるのがあるって、でなんかそれに似てるっていうふうに女性 の受験生の方がおっしゃってたんですけど、まあまさしくそうかもしれないですよね。
で、子供はね、確かに、わからないんで、どれぐらい勉強したらいいのかってことがわからないんで、まあ、先生、親っていうか、先生がですね、まあ、その分量とか、範囲とか、ね、そういう内容を指示するってこと、まあ、必要になるでしょうね。で、確かに一見すると、大人なんだからっていうのがあるかもしれないんだけど、実際ですね、5年かけていいんだったらいらないシートだと思いますよ。合格までに。でもね、そんなかけてられないですよね。1年でどれくらいお金も時間もかかります？だって勉強するのに。ね、早く受かりたいでしょ。1年、2年では受かりたいですよね。で、そうなってくると、やっぱり、どの条文からやるべき、どの法域とどの法域をどの時期に組み合わせるべきとか、そういうノウハウみたいなものが当然必要になってくるんです。ですから、まあ、子供に与えるその宿題シートと外観は似てるかもしれないんですけれども、目的はちょっとやっぱり違うんですよね。早く受からせるため、合格するために効率的な、まあ、いわゆるノウハウシートですね。ただ単にスケジュールシートじゃなくてノウハウシートみたいなものになるので、まあ、ぜひこれを使っていただいて短期合格を目指していただきたいというふうに思っています。はい、まあ、最後はちょっと別に法律知識の問題ではないですけども、まあ、今日ね、大体5分の4ぐらいの話かな、そういう話をしてきたかと思います。で、私自身がそうであったように、まあ、最初がやっぱり肝心ね。最初さえきちんとすれば、全然その遜色なく法律知識ゼロから挑戦できますし、短期合格可能になりますので、しっかりね、最初からついてきていただければなというふうに思っています。はい、では、今日はこれで私からのお話は以上となります。ちょっとズームでのご参加がね、多いということで、教室はすごく寂しい状態なんですけれども、こうね、生クラスが開講する頃には、まあ、ぜひですね、コロナも収まって、たくさんの方とね、対面で、授業をね、できたらなというふうに楽しみにしております。では、お体に気をつけて、皆さん、開講日をね、楽しみに待っていてください。では、お疲れ様でした。